皆さん、こんにちは。ワネルグルビッシュです。では、今回は、This is a Police 2、続きをプレイしていきましょう。Jack, how could I let this happen? Who could have done this? Captain Carter caught a bunch of scumbags lately. まさかの展開だな。Any one of those cocksuckers could have decided that. Anyone could. Anyone could. Anyone could have. But someone did. Anyone could, but someone decided. How did I let this happen?We will try to find the... Of course we'll try, Jack. Of course we'll try. The one who did this will be punished. I have no doubt. You have no doubt. Of course you have no doubt. The person who did this has to be punished. What else could happen? Lily, we did everything we could. You did everything you could.Of course. Even more. I did more. More than necessary. More than this fucking town can take. さて。リード保安官はカーター警部を殺した真犯人を見つけたいと考えている。だったら何ももったいぶることはない。ネクタイの連中なら暗殺者の役にぴったりだ。あんなひどいことをやってのけるやつは他にいないだろう。ネクタイの連中。ちょっとピンとこないな。なんだろう、ネクタイの連中って。今までそんなありましたっけ？まあ、ちょっと確認していきます。まずは、謎に満ちたブリット・カーター殺人事件ということで、まあ、吊るされてましたよね。トロイスター通行人、地獄に吹く風のテープを返しに友達の家に行く途中だった。黒いバンが歩道に向かって突進して枝を持ったじいさんの隣で急ブレーキを踏んだんだ。バンの横にある引き戸が開いて中には銃を持った男が乗っていた。その男は足の悪いじいさんに車に乗れって命令。もう一つ、たまたま見えたんだけど、銃を持った男は真っ赤なネクタイをつけていた。それで気づいたんだ。こいつは誘拐なんじゃなくて、なんかの撮影とかだろうってな。だって犯罪者がピエロみたいな格好をするわけないだろ。だから警察にも連絡し、そのまま友達署に行ったんだ。それでビールを2、3本開けて、地獄に吹く風を見直したんだ。世界最高の映画だぜ。赤いネクタイね。マーティン・ステッド・トラック運転手。食料品の缶詰は全米に運んでもう27年になるが、トラックは自動運転みたいに無意識に動かせるようになっている。なんか危険なこと言うな。今回も半分眠りこけてたんだが、そんな時に妙なものが物体が視界の隅に飛び込んできた。それで車を路肩に止めてみたら、死体が木からぶら下がってるのを見つけた。たまたまそこで首を吊ろうと思ったんだろうな。それで警察を呼んだ。死体を下ろさないと通行人が怖い思いをしちゃう。そうね。手がかり、バッグ。犯行現場で見つかった布袋、裏地には少量の乾燥した血痕が付着。犯人は番内に連れ込んだブリット・カーターの頭にこの袋をかぶせたものとみられる。杖。犯行現場で見つかったブリット・カーターの杖、半分に折れている。被害者が抵抗した結果が、それとも犯人が被害者に殺害後に折ったものか不明。検視官。ブリット・カーターの顔面と頭部には暴行を受けた形跡が見て取れる。彼は吊るされる前に殴打されていたんだ。首の骨が折れており即死だったとみられる。なるほど。なんとかしなきゃいけないんだな。ちょっと一個ずつ見ていこうか。赤いネクタイ乗れと言ってるよね。続いて暴行を加えている。はそれで暴行を加えられた後、バンから出て、
杖で抵抗しようとそれが顔面を殴られる。ほう。それで、祈りを捧げた後に吊るされると。ウイスキーを注っている。こんなことはあったとは思えないな。もうちょっとこれでも順番通りに並べようよ、一度。それでさ、型がつくんじゃないの？祈りを捧げるか、ウイスキーを飲むかの差でしょ？ちょっと待ってね。いや、やっぱりこれで合ってるね。で、告発。ネクタイギャングの構成員、ボスの命令で、ブリット・カーターを殺害した。バータラン・ハウスゲート、告発しよう。告発するよ。さあ、では、いつもの事件、捜査に行きましょう。交番勤務、警察署勤務ですね。黒沢、ようやく復帰したか。待ってたぞ、黒沢。昨日ギターの練習、長いことしすぎて、指から血が出てしまったペンキンさんか。ロフティス、ちょっとおかしなことが起こりました。バッドイヤーズのおやつと取引したんです。バッドイヤーズの何者なんだろう。ディーゼル燃料の入った缶10個と引き換えに、ネプチューンかい。最後の誘惑2をやるって。もう燃料はもらったんで、あとは本を渡さなきゃいけないんですが、リプトンに住む甥っ子がネプチューンを持ってきてくれたんですが、それは彼が働く工場のコピー機でコピーしたものでしてね。問題はページがめちゃくちゃな順番になってしまっていて、ページ番号もついていない。バッドイヤーは今日中にちゃんとした本を渡さなければ、今後一切ガソリンを売ってくれないって言っている。彼の店の外以外にガソリンを買えるところなんてない。それは困ると。まあ、じゃあいいよ、ロフティズ。ああ、いい絵にしちゃった。で、エイジですね。続いて、ナシさん、今日はリッキー・ガツマンの葬儀。行ってやってくれ。ナシさん、今日はリッ、えー、黒沢。まあいいよ。行ってこい。今日のシフトは、そうすると、10人体制がちょっと厳しいな。10人体制はやや厳しいが、それでもなんとかやるしかないね。発砲能力の高い人間には銃を持たせたいので、まあ、そういう傾向になっていれば OK ですね。10人か、ちょっときついね。じゃあ10人では無理よ、事件捜査は。まあ、ガッツマンの葬儀ですね。逮捕、行こう。ルーク・ハビーとどっちかな。どっちだろう。シカモア・ストリート、祖母の介護をしてる。これ、ピンクの、チューインガム事件の方ですね。どっちにいるんだ。ルークは祖母の介護をしている。そんな情報なかったぞ。まあ、でもやっぱりこっちだな。ここにホッシーズを出そう。いきなりだけど、しっかり逮捕してきてくれ。いや、両方行かせりゃいいじゃんっていう話もあるな、前半のうちに。さあ、爆破予告。1280がきついな。酒に酔った作業員が上司のオフィスに手榴弾を投げ込んだが、爆発しなかったと。いや、かなり過激だな、やることがいくらなんでも。さあ、事件起きないでくれ。攻略サイトとかはね、ほとんど僕見ないんで。うわ、2240は無理。公園のベンチの下に爆弾があると10代の少年から通報。もうこれはね、誤報であることを祈りましょう。攻略サイトはほとんど見ないんでね、ちょっとね、しょうもないことになることはあるんですが、間違ったか。まあいいよ、戻ってきてくれ。で、犯人を捕まえた。ナイス、ローゼンクランツ。これでようやく一つの事件が解決になりましたね。ようやくだな、本当に。木工所の方ですね。酒に酔った作業員が上司のデスクに腰掛け、手榴弾を振り回している。これってやがる。やり方に間違いはなかったさ。ピンを引っ張ってから投げ、身を守るためにかがんだ。何かをし忘れていることがある。手榴弾を床に置いて下がる男に要求。スタングレネードで群衆の中に投げ込む。手榴弾くれ、試してみようという。いやー、どうだ。まずスタングレネード持ってるやついる？スタングレネード。
みんな持ってそうだね、スタンを。いやー、ホーレス、スタングレネード、ぶっ込んでみてくれ。おー、いいね。ちょっとドキドキもの対応手段でしたけど、ウイスキー手に入れましたね。ウィルバックが交付命令のスキルゲット。さらに尋問も手に入れましたね。まあ、あんまり尋問とか使ったことはないんですが、まあ、持っておくに越したことない。条件としてね、配置する条件として必要になってくるっていうことが稀にあるんで、持っておく分に損はないと思います。ロフティスとか無能極まりないな、お前。さあ、爆破予告は頼むぞ。誤報であってくれ。犠牲者が出た。マジですかい。強盗事件。ノースタザカデン、体の大きな老人が手に、斧を持ち、レジの中の現金を渡すよう要求。そうか、金に取りつかれたな、この老人。公園のさ、ベンチの下に爆弾って完全にテロでしょ、もう。犯人送れなかったな、逮捕できなかったな、ローゼンクランツ。エイクシニルニの犬を保護するとは素晴らしいアイデアですね。シャンディとアーネストは犬と遊んだり撫でたりしてとても楽しんでいるみたいです。いい大人、しかも銃を持った警官がこんなことで笑顔になれるなんて、あんなに生き生きとした彼らを見るのは初めてですと。よかったですね、救って。さて、ノースター雑貨店の方です。さっさとしろ。強盗は斧をカウンターに振り下ろしていった。だが当てにがもともとしているのに理由があった。実はレジの下に斧を隠していた。なるほど、斧と斧の戦いが始まるわけだな。斧バトルを観戦する。あとは唐辛子スプレーを使う。まあ、ここは強盗を撃ちましょう。ホシズなら十分可能でしょう。それがさすがホシズ。黒沢も成長したね、今回。阻止スキルをゲット。さらにシューター。もう今日事件はね、取り逃せないんで、しっかりやろう。暴行事件ですね。死人が出ている。ソディアックスタジアム。イーライ・オリバーソンが正体不明の人物からひどい暴行を受けたと。うん、これは警官を送ろう。ローゼンクランツ、行ってくれ。もう今日事件はいらないぞ。警官の体力温存したいんで。大丈夫そうかな。OK だ。操作の方始まっています。もちろん操作してもらいましょうね。中身確認しておきましょう。まずは手がかりから。学校の後でよくスタジアムに行ってサッカーをするんだ。冬は特に楽しい。雪でグラウンドがふかふかになるからね。反対に夏はカチカチだ。あの日楽しくサッカーをしていたら、あの柄の悪いじいさんにボールが当たっちゃった。あいつは入り口のところでイーライと喋っていたんだけど、僕の友達のレニーが蹴ったボールが頭に当たった。じいさんはびっくりして小さい袋をいくつか落とした。急いで拾ったけどね。そして僕たちに怒鳴り始めた。すぐにスタジアムから出ないと、持っている杖で尻を叩くぞって。それを聞いた僕たちが笑ってたら、なんとじいさんはピストルみたいなものを取り出してレニーを撃った。マジか。レニーはまるで、感電したみたいに体をビクビクと震わせて、しかもおしっこを漏らしたみたいだった。これさ、低酸臭じゃない。僕たちは急いで逃げた。レニーは自分を置いて逃げた。僕らにしばらく口を聞いてくれなかった。でもあの後何があったのか話してくれないんだよね。あれ以来スタジアムに行っていない。あのイカれたじいさんに会いたくない。これレニー怪しいな。報復として何かした可能性がある。続いて犯行現場。暴行された男の横にはマリファナの入った破れた袋がいくつか落ちていた。こいつマリファナ持ってたんだな。マリファナ売ると金になるからだっていうのも、ちょっと動画の中とかで言うとなんかすごく怪しいですけど、ゲーム上でね。ハーシフェルファード、元サッカー監督。
あのスタジアムは昔は人気スポットだったんだ。まだ工場が稼働していた頃の話。これは何だろう。なんとかを製造して全国に流通させていた。24時間体制で稼働していて、町の人間は皆あそこで働いていた。工場長をしていたクレンバースさんも今は亡くなっているが、あの人がスタジアムを建てて、すごいね。工場長がそんなスタジアムなんか建てられるんだ。サッカーチームまで作ってくれた。この腕時計は1961年にチームが優勝した時、誰と戦って優勝したんだろうね。クレンバースさんから直接もらった。彼の手を握って優勝は監督のおかげだと親しみを込めて言ってくれたよ。それが今じゃあのざま。スタジアムはすっかり荒れて果て見捨てられている。実は時々ビールを持って夜にここへ来てチームが優勝した時のことを懐かしく思い出す。あの暴行を受けた男が時々ここで姿を見たな。入り口のあたりでうろうろして葉っぱだか薬だかを売ってるやつだ。前にも揉め事を起こしたことがあったな。おそらく一人っきりで売人をやってるからだろう。あの晩は誰があいつの後を追ってきたのかを見た。どんなやつだったかわからないが、年を取ってすっかり目が悪くなっちまった。なるほど。唯一覚えているのはそいつの髪が風になびいている光景。まるでマラドーナみたいだった。どうでもいいわ。そして足がすごく速かった。元監督の俺が言うんだ、間違いない。でも髪がマラドーナみたいな、ちょっとくねくねした長髪だったっていうのは間違いなさそうですね。医療専門家、被害者は前歯を失い、鼻と頭の、顎の骨を骨折している上に、左の頬骨にもひびが入っている。後頭部の傷は頑丈な金属の物体で殴られたか、単に転んでできたものかと考えられる。なるほどね。被害者の顔と衣服から尿が検出されたと。これってさ、ヒーターとかいうやつなんじゃないの？違う違う、レニーだね、レニー。まあ、ちょっとまだ、足りないかな。もう一人の事件とか、そういうところまでもまだ行っていないので、まあ、事件捜査を始めてみてからですかね、次回。では今日の勤務終了していきましょう。うわー、一般市民も死んだからな。ブルタブが全然たまんないわ。欲しいんだけどな。警官がね、諦めましょう。さて、明日の稼働、まあ、欲しいは欲しい、エイジも欲しい、アーロノビッチも体力満タンでしょ、マグワイヤー、キメル、クリムジーにムシカ、ウールバックも出てもらいましょう、デメアーズも出てもらって、ロベツチカは残します、黒沢は出ないかもね、お願いしても、クレイトンにネイキャップ、ネイキャップもちょっとやめとく、ゴートホン、さらにムラディアンにバーシー、ペンギン。この辺りかな。何人嫌だっていうか。おお、全員出てくれる？ありがたい。Did something happen? I saw the file. Captain Carter's murder. So that's how it was. Everything points to this, Lily. Everything points to this, and we have no reason to doubt You've that. no reason to doubt. I have no reason to doubt. You're a cop, a very experienced cop. Much more experienced than I am. You have captured hundreds of criminals. You are a professional. You conduct an investigation. You've assembled all the facts. You wrote a report. You did a great job. You did a great job. You did everything right. What is there to doubt? はい。というわけで、12月10日、プレイを終えました。まさかのカーターがね、何者かに殺されるということでしたが、まあ、ジャック的にはありな展開ですよね。ではね、次回は12月11日、プレイしていきたいというふうに思います。はい。というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ、チャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で、動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。